リー・ジャクソンは、イギリスのベーシスト兼ボーカリスト。リー・ジャクソンが最初に組んだバンドは、ザ・バンダイクスジー・インベーダーズで、やがて、ゲイリー,ー・ファーティ・ーボーンズに加入。ここで、キース・エマーソンと知り合うが、エマーソンは、ビップスへ移籍してしまう。1966年、エマーソンが、歌手、PP ・アーノルド邸での会話で、彼女のバックバンドを組むことを約束。 ティーボーンズが解散し仕事のなかったリー・ジャクソンを呼び寄せた。この時、アーノルドの提案で、ナイスというバックバンド名が決められた。ミック・ジャガーがプロデュースした PP ・ P. P. アーノルドのデビューアルバムのレコーディングに参加し、アーノルドのショーでもバックバンドを務めた。1966年12月、アーノルドがバンドから離れると、キース・エマーソンと共に単体の ナイスとしての活動を開始。ナイスは過激なライブパフォーマンスで次第に知名度を上げていき、5枚のアルバムを残した。ナイスは1970年4月に解散。同年、ジャクソンを中心に、ジャクソンハイツを結成。客演にマイケル・ジャイルズ、イアン・ウォーレスらを加えながら、4枚のアルバムを制作。一部レコーディングには、 旧友のキース・エマーソンも、モーグシンセサイザーの貸し出し、音色設定で協力していた。1973年、キース・エマーソンに、パトリック・モラーツが、元ナイスの二人を紹介してほしいと予防。紹介を受けて、元ナイスの二人、ジャクソンとブライアン・デビソンは、モラーツと共にレフュージーを結成。しかし、翌1974年、リック・ウェイクマンの後任として、 パトリック・モラッツがイエスに加入するため脱退し、レフュージーは解散。二人を踏み台に利用したトエ・マーソンは、自伝で批判的にこの件を書いている。その後、ジャズロックバンド、ザ・ジンジャー・ピックなどを経た後、英国でディ・ジャクソンズ・バー・キング、スパイダースで活動。また、ビートルズのトリビュートバンド、アクリントン・スタンリーでも活動している。 スタジオアルバムライブアルバム、ありがとうございます。